農林水産省お茶担当です。この度バズマフチャンネルにおチャンネルが加わることになりました。そうすると今まで3つ動画を作ってますけど、どこのチャンネルだったんですかね。これからも毎日お茶のある暮らしを楽しんでもらえるよう情報発信をしていきます。ご視聴お願いします。こんな日にふさわしいボトルがあるんですよ。お、それは何ですか。緑茶ですよ。飲みますか。緑茶ボトル飲みましょう。めちゃくちゃ綺麗ですね。色は黄色です。ありがとうございます。わあ、綺麗だね。乾杯。乾杯。お疲れ様です。これは釜入り緑茶らしいんですけども、綺麗な金色ですね。色も石香ばしいですね。これは多分。結構いろんな料理に合うんじゃないですかね。うん、すっごい鼻に向けて香ばしくて、これは突き抜けるような爽やかさですね。噛んだ。いただきます。うん、これちょっと結構甘くてびっくりしましたね。きっと料理にも負けないというか合うんじゃないかと思います。美味しいです。いただきます。一本一本すごく丁寧に作られているので、一番その釜入り茶のポテンシャルが引き出されているかなと感じます。自分はお酒があまり飲めないんですけど、こういうワインボトルのようなものに入っているとちょっとこうリッチな気分になれるかなと思います。いただきます。うん、もう一杯目からとっても美味しいです。贈り物にぴったりです。農林水産省では毎日お茶のある暮らしキャンペーン夏バージョンとして水出し緑茶の楽しみ方を事業者の皆様から情報をお待ちしております。ホームページのチェックもよろしくお願いします。